こんにちは、俺ちゃんです。ゴーダイです。雑談第17回をやっていこうと思います。17回ということで、あと3回でもう20回ですね。結構続いてますけれども、20回か。1年っていうのは55週間なんですよね、確か。大体ということは17回の時点で、大体もう3分の1が過ぎようとしているということで、思ったより、そうだよね、もう5月だもんね。結構1月から始めて、続いてますね。誰が求めてるのかもよくわからないですけども、一部からはぜひ続けてくれと、車の移動中とかの暇つぶしで聞いてるからねっていうような、応援をいただいておりますので、まあ、やれるうちはやっていこうかなと思いますけど、さあ前回第16回の再生数ですけど、だいたい280回ぐらいですね。あれおかしいな。前回はなんだっけ、ゴールデンウィークとかの話をしたかと思うんですけど、あんまり、あれ350回ぐらいは行くみたいな話を俺ずっとしたのに、おかしいな。みんな、あれかい？でも公開した時期が良くなかったのかな。いや、そんなことない、ない、ないと思うんだけど、どうでしょうかね。おかしいな。まあ、そんな感じで、こと、そんな感じってなんだって話ですけど、続けていこうと思うんですけども、さて、今週公開した動画は4本ありまして、全部普通の元火で、練習走行した時の俺の GoPro 動画となっております。モトクロスビレッジに、通ってる人はわかると思うんですけど、モトクロスビレッジっていうのは上級枠、中級枠、初級枠みたいに分かれてるんですが、俺は中級枠を走ってますと。そろそろ上級枠に行けと言われる話もありますけど、まだ中級枠を走っておりますと。で、それっていうのは午前に1本、午後に3本あるわけですね。1日4本ですと。1日4本なのに、動画を俺は4つ上げたということは、全ての、場所、なんつうの、午前午後3本みたいなの全部今回はアップロードしたわけですよ。いつもはこんなやってないんですよ。一応その俺がただ走ってるだけをね、撮ってもしょうがないから、一応誰かと絡んだ時とか何かあった時の GoPro 動画を上げてるんですね。で、場合によってはその全部そのまま流すのもあれだから、いいところをちょい撮りしてるわけですよ。抜いてるわけですよ。だから日によっては、例えば2本目の5分と3本目の5分を足して1本の動画にするとか、そういうこともまあやってるわけですよね。内容的にね、こう特定の誰かを追いかけたのでそれを出すとか、そういうこともやってるんですけど、今回はちょっとね、いろんな人にバチクソに追いかけ回されたので、まああんな感じに、なっております。だいたい時間をね、7分から10分ぐらいの動画にしようといつも思ってるので、まあああいう配分になりましたよ。なりましたよってなんでやった話ですけど、まあお楽しみいただけたでしょうかね。再生数を見る感じだと、まあまあいつも通りの再生数で1000はいってないから、まあいつも通りってことですわな。はい、いつも通りです。おかしいな、こういうのが全部ね、1本あたりの動画で何千と回ればもうちょっと俺は楽になるんですけど、何が楽になるかはあえて言わんけれども、で、続きまして、来週の予定なんですけど、まだゴールデンウィークの動画がね、溜まってまして、来週の予定ですけども、株ファンミーティングの時の動画をね、上げようかなと思っております。内容的には、株ファンの一番最後の方に、なんか模擬レースをやってたので、その辺をちょいちょいと出して、あと、俺の、凄まじく遅い、見るに耐えない、本当に見るに耐えないんだけど、走りと、あとは Y 氏がね、模擬レースでね、緒方真選手とバチバチにやってる映像があった、これが面白かったんで、この辺をね、メインに出していこうかなと思います。来週はなので、 Y 氏が緒方真選手とバチバチにやるのと、あとは模擬レースの中でトレイルクラスがね、結構トレイルバイク、セローとかね、なんかブリブリ走ってるシーンがあったので、その辺がまあ見どころ なのかな、そういう風になる予定なので、まだ全然編集に手がついておりませんけれども、
ちょっと今週はちょっとね、あの仕様でちょっといろいろお出かけしてたもんで、はい、ちょっと手がいろいろ回ってませんけど、まあ気が向いたら上がりますので、皆様あの暇だったら見てってねっていうお話になります。さて今回のメインの話に移りますけれども、今回のお題は2つ、1つがダートフリークの電動バイクの話と、もう1つは筋トレはモトクロスにいいのかっていう話になります。ではまずはじめはダートフリークの電動バイクの話ですね。電動バイクね、サーロンとかいろいろ最近出て、ちょっと前になんだっけ、大阪で、あの電動バイクの世界レースという割にはちょっとまあいいやでもね、うん、よくないネガティブなことばっかり言うのはよくないよそういう話なんですけど、なんかね、あれモーターサイクルショーかなんかに出たのかな、ちょっとこのネタがね思いついたの結構前で、あの俺がネタがない時にこれどうですかって Y 氏がね、あの教えてくれたんですけど、ダートフリークが電動バイクのゲンさんっていうのをなんか開発中らしいんですよ。ゲンさんっていうのは、カタカナでゲンさんとか大工のゲンさんとかではなくて GEN3 って書いてゲンさんって読むらしいんですけども、それをねなんか発表したらしいんですね。まだ市販してなくて開発中のマシーンらしいんですけど、なんつうの、一応原付きとして出すコンセプトで作ってるらしいので、ちょっとねネタとして取り上げようかなと思ってます。さてこのダートフリークから発表されたこの謎の開発中の電気バイクなんですけど、まあ、先ほども話をした通り、名前が GEN3 と書いてゲンさんと読むらしいんですけど、なんやねんって話なんですけど、カテゴリーがですね原付バイクらしいんですね。まあ昨今の電動バイクは日本で今ねいっぱい走ってるだいたい小型2種ぐらいまでのカテゴリーになると思うんですけど、海外だとまだ違うのかもしれないけど、でこのゲンさんってやつなんですけど、デザインがですね完全にねおもちゃみたいな感じなんですよ。ちょっとね概要欄にリンク貼っときますけど、この開発のダートフリークの YouTube の動画があったんで、完全になんかね言っちゃなんだけどね、ダサいんですよ、おもちゃみたいで。でこれは俺いかがなものかなと思ったんですけど、この開発のインタビューがありまして、そこの中でねこれは意図的にやったデザインだと、欧州の人はきっとこれは好まないでしょうってまで言ってるわけですよ。好まないものを作るのかという話なんですけど、まあコンセプト的にはなんかなんすかな、今のおっさんたちが子供だった頃のねこう将来未来に出てくるようなおもちゃというか、ちょっとポップなおバイクみたいなイメージらしくて、多分言いたいことはね、ドラゴンボールとか出てくるね、ああいうタッチの乗り物を言いたいのかなと思います。確かにそういうね、ダサかわいいというか、そういう風にね俺は感じました。まあ、海外バイクみたいにかっこよく作ればええやんって思ったんですけど、もしかしたらまあ原付きだし、なんかコンセプトがダートフリークの社長がなんかミニバイパニックみたいな、ああいうハードエンデュロ系に出てるんで、ミニバイクとかのそういうのでいずれ使えたらいいねみたいな話らしいんで、なのでまあかっこよさよりも可愛さというか馴染みやすさというのを多分出そうとしたのかなというふうに思ってます。まあ、この辺のねデザインは人のこう趣味に合う合わないがあるので、どうでしょうっていうのはあるんですけど、皆さんはどうですかね。ちょっと概要欄に貼ってあるので見に行って欲しくなるかどうかっていう話ですけど、俺はいいやって感じですけど、ただまあ電動オフロードバイクがね増えるのはいいことなので、日本だと今サーロンがね有名ですけどね、あとそれよりもどっちかっていうと子供用のレーサーとしてウーフでしたっけ、四つ葉元っていう、あれ四つ葉元ってあれ日本のメーカーなんですかね、あれ全然俺よく分かってないんだけど、あれはねどっちかというと成功してる方なのかなというふうに思いますね。あれいいですよね。俺すごくこの動画をね作ってて思ったんですけど、こうレース用の電動バイクがさ、そのホンダとかヤマハから出てなくてさ、ダートフリークっていう一
1オフロードバイクギアのメーカーっていうの、企業っていうの、そこが今開発、原付公道出れるのを開発してるっていうのがね、なかなかなんだろう、感慨深いというか、一昔前にさ、そのヤマハとかホンダ以外のなんか謎の日本の企業が、オフロードバイクの原付だけでオフロードバイク作ってるよって言っても、何を言うとんねんお前、どうせそれは海外とか中国から輸入してるだけやろっていう風に言ったと思うんですけど、まあそうではないらしいですと。なかなかね面白いですね。なんかああいうのって原付とかの申請通すのはなんか大変みたいな話聞きますけど、いけるんですかね、わかんないけど、まあ頑張ってほしいですよね。これでうまくいったら、それこそヤマハとかホンダもおやべえわっつって出してくるかもしれないし、そうなったらね、面白いですよね。いろんなメーカーが出てくるっていうのはいいと思います。特に俺は個人的にはね、日本企業に頑張ってほしいんだよ。海外メーカーのは なんか俺は危うさを感じるから。海外メーカーのね、考え方はなんか 1,2 年走ったらもうおしまいでいいでしょみたいな雰囲気を俺はいつも感じてるから、10年ぐらい持つものをね作ってほしいんだよね。メンテすればもっと乗れるしみたいな、そういう方向で作ってほしいけど、なんか電動バイクとかはっていうのはあんまりそういう寿命は長くないですよね、内燃機に比べるとね。すぐ陳腐化しちゃうしね、今まだまだ開発中だからね。というわけで、ダートフリークがそういう電動の原付バイクをね作ってるというお話なんですけど、ここまでが、まあ、ダートフリークのお話なんですけど、こっからはまあ電動バイクについて俺が思うことなんですが、まあ、ぶっちゃけ電動バイクすごく俺いいと思ってるんですよ。何がいいってさ、オイルもエアクリもいらねえってでかくない？すごない？オイルとエアクリいらないんだったら維持メンテめちゃくちゃ楽ですよね。だからなんか人によってはその排気音がないのが寂しいとか、クラッチがないとかいろいろ思うことはあると思うんですけど、それはそれでいいと思ってて、なんでかというと、こう今まで通りそのなんだ長い開発期間を得て今の形に落ち着き、性能が上がりつつある内燃機の今まで通りのモトクロッサーはモトクラッサーで用意して、それのセカンドバイクとしてね、維持メンテが簡単なセカンドバイクがあったら、セカンドバイクとして電気バイクがあったらいいなと俺最近思うんですよね。最近俺 NPK で8の字とかああいう基礎練をもうブリブリやってるんですけど、ブリブリってほどでもないわ、もうしずしずとこうなんだ瞑想してるかのように、瞑想はあれだぞ、迷って走るじゃなくて、なんだ、なんつうの、瞑想、なんだ、仏教とか的な瞑想の方だぞ、漢字間違えないでね、まあ、迷って走ってる可能性もあるけれども、ああいう時に今、自分のそのハスクバーナーをさ、持ち出してやってるんですけど、なんか、それのためにこれのエンジン稼働時間使うのもったいないなってちょっと思ったりもするわけですよ。なんだったらわざわざ本当は NPK じゃなくて、まあもっと近くの適当なところで8の字をねちょろっと 半日とりあえず1時間か2時間やれればね一番楽だし、まあいろいろ思うんですけど、まあまあまあいいや。そんなわけで、全てがね電動に置き換わる必要はないと思ってて、やっぱ内燃機は内燃機の良さというか便利さというか丈夫さというか、そういったものもあると思うので、電動バイクがもう完全に置き換わるまでは全然両方あってもいいと思って、いますわ。いますわってなんだ。まあ電動バイクはね、まだまだあと10年かなぐらいは遠乗りできないとか充電時間が遅いとかそういう問題があるからね、どうしても内燃機には勝てないと思うので、まあ両方ねあって両方で楽しめればいいんじゃねと俺は軽く思います。いやメンテが楽なのいいし、あと排気なんだ騒音がないのもいいっすよね。騒音がないのは寂しいではあるけども、逆に言えば市街地でもね遊べるというか、公園とかに行くとスケボーとかのパークっていうやつがあるじゃないですか、あんな感じでねできればいいなというふうに
ちょっと思ったりはしております。いやもうこのちょっとねずっとね行動っていうものにねこうもう何も考えてなかったんですけど、最近ちょっと考えが変わりつつあって、っていうのも最近ね某サーキットのおかみさんがね早いんですよ。元ビレで一緒に練習した時に、なんでと、あんま最近練習してないやんけと、こちとら週2で練習することも多いんやぞと思うんだけど、向こうは月 2,3 回ぐらいだと思うんですけど、なんと思うんですけど、あの人は普段カブにね行動で乗ってて結構乗ってるっぽいんですよ。それの中でなんかコーナリングであるとかなんかライディングの感覚がねあれで維持してるみたいな話をしてて、本当かよカブやでと、さ乗ってんのがせめてトリッカーとかさかあのセローとかさ、そんなんだったらまあまあまあわかるよ、カブですかとでもその話したらなんかね、まあ、まあ現実早いしさ、MRP さんはまあちゃんとかあのモトクロスターじゃないけどそういうの乗ってるのはそのいいことだみたいなこと言うしさ、あそうなのみたいな感じなんですよね。今ね俺電動アシスト自転車買ってからこれが手軽でさ、近場の買い物とか移動だったらもうこれで全部ええやんと思っちゃってるんで、街乗りバイク買うのうーんちょっとなとか思ってるんですけど、いじめんてめんどくせえし税金かかるしと、まあそういうところをね迷ったりケチったりしてるからいつまでたっても早くならねえんだっていう噂がちょっとあるけれども、いいと思うことはやれよと思ってはいるんですけども、まあちょっとまあそうですね、まあそうですね、ちょっと考えたいと思いますけれど、まあそんなわけで、そういうとにかくねこうメインのバイクはちょっとめんどくさくてもいいけど、セカンドバイクとか街乗りバイクとかはもうどんどん簡略な方向にね行ってくれるとねいいんじゃないかなと思ってます。まあ、ガソリン代もどんどん高くなっていくしさ、ガソリンにはガソリン高くなるとガソリン税と消費税でもあれもほとんど半分以上税金じゃんか。でも電動バイクだったらさ電気だからさ電気代だけじゃんか、あそこには税金発生しないじゃんか。あれ俺ね電気バイクのことを俺は脱税バイクと思ってるんだけど、まあ電動アシスト自転車、まあいいや、なんでもない。まあいいや。まあそんなわけで、このね、ダートフリークの電動バイクみたいなのが、いくつも出てきて、その中に俺がこれいいぜって思うような、公道を走れる電動バイクが出てきたらいいなと思っておりますわ。皆さんはこのね、街乗りバイクでレーサーのね、感覚が維持できる、っていう話についてちょっとどう思ってるかね、よかったらコメント欄に残してほしいんですけど、やっぱり街乗りでもどんなそのたとえモトクロッサーではなくても、たとえいっそオフロードバイクでなくてもバイクに乗ることは感覚がね維持できるよとか乗り方とかを意識すればその悪くないよって思うかどうかね教えてくれれば嬉しいよはい、バイクね、モトクロスコース行く以外のことでもなんかね、維持したい、向上したいですね。はい。さあ、続きましては、筋トレはモトクロスにいいのかという話になるんですけど、まあ、モトクロスにいいとは何ぞやって話になるんですけど、まあ、結果的にそれによってタイム短縮につながるかっていう話ですよね。まあプロライダープロのモトクロスライダーっていうのは、まあ、大体なんかトレーニングしてるのよく見るじゃないですか。アメリカでもね日本でもね、筋トレしたりなんか自転車したりランニングしたりしてるじゃないですか。でああいうのを見習ってなんか普通のアマチュアのねライダーもね中にはトレーニングしてる人っているじゃないですか。なんか自転車クロスバイクみたいなのでなんか遠乗りしてる人がねよく見かけるし、筋トレしてる人もいるしね。でちょっと前ってことでもないけど結構筋トレってブームになりつつあるわけじゃないですか。
そういうのおかげでなんかライザップが流行って、ライザップだと思うやりすぎだから今度はチョコザップだみたいな、なんかそういう筋トレ業界がいろいろありますけれども、一時期俺もあの筋トレやってダイエットしようとして、あの筋トレの何ボディービルダー的な日本人の YouTube チャンネルばっかり見てる時ありましたけど、あみんな鶏のささみ肉とねブロッコリー食いまくってたね。まあ今はもうちょっとやってないんですけど、まあ そんな感じで俺もね、そのジムに通ってたし、なんだったらそこのねパーソナルトレーナーみたいなのもね試したことあるんですよね。でもちろんそれっていうのはダイエットもあるし、なんだったらもうこれでモトクロス速くなったらいいなと、なんか体を鍛えることによってアクセルをガンガン開けても体に負荷、体がそれを耐えられるので大丈夫みたいな、そういうのをね期待してね、やりまくってたことがあったんですけども、まあ、結果それがタイムに縮まったかどうかというお話になりますと。さあまず、結論から申し上げましょうか。結論から言うと、俺の場合ですよ、俺の場合は筋トレをした結果タイムは良くなりませんでした。対して多分ね全然縮まってないんですよね、縮まらなかったんですよね。俺のライディングのレベルがそもそも低すぎたから関係なかったのかね、そんなお前の速さでそんな筋肉いらんやろみたいなね。あとはもしくはまあ筋トレしても大してそもそもそのね筋肉がついてなかったのかとか、そういうのはありますけれども、まあやってる時は結構重いもの、 俺の人生の中でわりかし重いものを持ってた気がするんですけど、まあ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 あんまりねタイムにはつながらなかったんですよね。でもね筋トレしてるとやっぱねモトクロスした後の筋肉痛とかね起こらなくなりましたよね、だいぶね、それ以前に比べるとね。だからまあなんかの都合で乗りに行けない時とか雨で走れない時は筋トレすることによってまあちょっと練習した気持ちになったわけですよ。実際筋トレするとちょっと気分って良くなるじゃないですか。筋トレやったことある人は分かると思うんですけど、ましてやねこうジム、今日雨だからちょっとジム行くかっつってジム行って1時間ぐらい汗を流して、プロテイン飲んで、でその後それで午前中が終わってお昼帰ってきて昼ご飯食べた後はもう俺今日頑張ったぜみたいな、俺今日もう優勝みたいな、そういう達成感があるわけですよ。そういうね日々を俺も一時期過ごしてたんですよね。気分いいんですよあれ結構ね。じゃあ続ければいいじゃんと、気分がいいんだったらと思うんですが、まあ、先ほども言った通り俺の場合はそれがタイムにはね繋がらなかったんですよね。バイクがね全然上達したというか、こう筋トレすることによってバイクを速く走らせるってことはね特にはな俺には繋がらなかったわけですよね。まあまあそうだよね、バイクの練習しないのにバイク上手くならないよね。そのサッカー選手がさちょっと事情があってサッカーできないからといって、その間にこう野球の練習したからといってサッカーが上手くなるとは限らないみたいなね、そういうことだと思うんですけど。でジムのパーソナルトレーナーもなんかつけてたことがあるんですけど、その初めジムに通った最初の頃はよく分かんないから習った方がいいなと思って8回ぐらいね、そのチケット制で3万ぐらいで結構高かったんですけど、まあ、まあまあまあもちろん親切にね教えてくれるんですけど、まあある程度習ったらもうええかとかなっちゃいましたね。今だったら YouTube とかでいくらでも情報は入るし、結局はその習ったことの繰り返しだから、まあまあまあ例えば1年に1回やってなんかやり方がおかしくなってないかとか、そういったことのチェックに使うだけで、なんかこれをずっと続けるとかね、そういう感じじゃなかったですね。まあプロじゃないんだから当たり前なんだけど、向こうも普通のジムのトレーナーだしね。そういうわけで、まあなんかこれをやってすごく良かったとまでは思ってないですね。まあやって後悔はしてないですけど、ああなるほどこういうもんかぐらいな感じでしたね。なので結局当たり前ですけど、ジムに通うのにもお金がかかるわけですわ。パーソナルトレーナーもかかるし、ジムに通うだけで前月1万ぐらいかかっちゃうのかな。俺が言ってたのは普通のコナミスポーツなんですけど、
俺はあの水泳とかでやらないんで本当にジムだけだったんでちょっともったいなかったんですけど、今はチョコザップっていうのがあるからもっと安いんでしょうけどね、エニタイムっていうのはあるのか。今はねあのプールなしでただ本当に筋トレフィットネスだけのところもいっぱいあるから、あれだったらもっと安いみたいですけどね。ただ通うのがまたちょっと面倒なんだよね。すぐ近くにあればいいんですけど、でまあそういったものがもろもろありまして、俺はあの結局ダンベルを買って筋トレに使うあのベンチシートっていうのも買って、それで家でやればええやんっていうふうに落ち着いたわけですよ。でしばらくまあ家でやってた時期がありますわ。で結果今はやってませんと。なぜかと、さっきも言った通りそのモトクロスのタイムが繋がらなかったっていうのは話しましたよね。まあそれだけだったら別に雨の日とかやればいいじゃんってなるじゃん、どうせ乗らない日はやればいいじゃんと、タイムに繋がらないだろうけど運動することはいいじゃんと。違うんすよ。あのね、まあ多分俺が悪いんだよ、俺が完全に悪いんだけど、そこには明確なデメリットがあることに俺は気づいたというか、ちょっとそういう出来事があって、何かというとですね、体を痛めたんですよ。わりかしもう完全に多分俺が悪いんだけど、やり方が悪いとかフォームが悪いとか重すぎるものを持ったとかそういうことなんですけど、あの肩とかねふくらはぎとかね背中とか首とかにねこうビキッてね痛みが走ることがねちょいちょいあったんですよね。でそれになっちゃうともう自然治癒しないんですよ。なんか 2,3 日経っても全然痛みが消えなくて、で結局接骨院に行ってあのマッサージ的なものを受けて治るみたいなのをちょいちょい繰り返したんですよね。特に何回かね首と肩はね本当にやらかして、もうめちゃくちゃ痛くなって、もう本当に日常生活でもちょっと痛みが出てやべえっていうぐらいになったこともあって、もうあのレースとか無理ですわっていうぐらい痛めたことがあるんですよ。完全にあれは筋トレのせいなんですよ。まあ、筋トレのやり方、筋トレのせいじゃなくて悪い筋トレ俺がやってただけだと思うんですけど。なのであのせっかくねバイクを速くなりたくてトレーニングしてるのに逆に乗れなくなっちゃうっていうね、あのデメリットがねあったんですね。やっぱ家でやるのなんかダンベルって結構難しいらしいんですよね、話聞くとね。やっぱマシントレーニングの方があの体の動きがもうそのそうで、そういう動きにしかできない、固定されるからダンベルはね結構難しいんですよ。バーベルよりダンベルの方がさらに難しいかな。多分そういったものをね俺がちゃんとできる前にこう無理にダンベルに移行してしまったためにこういうことが起こったと思うんですけど、まあまあまあそういうわけで、ああ難しいですね。本当にねちょっと失敗したのがあります。で他にも例えば週末土日バイク乗りますと、でそうすると筋トレって当然疲れるんですけど、その筋肉を一時的にあれって壊す行為じゃないですかね。筋繊維が壊れてその修復した時により強い筋肉になって復活するのが筋トレなんで、そうするとねバイク以外でもいつもでもね体がね疲れてるんですよ。あのボディービルダーの人がねよく言ってたんですけど、あの日常的に体が痛い、日常的に弱っている、日常的に疲れてるってね彼らは言うんですよね。あのボディービルダーの皆さんとかフィットネスや真面目にやってる人って週5とかでやるから、週5とか週6 あんなにムキムキなのにいつもね疲れてるんだって、いつもなんかもう体痛くてだるいんだってっていうのをね前聞いたことありますね。だからあの週末に乗るんだったら週末その状態に持っていくわけにはいかないわけじゃないですか。だから木曜とか金曜日にやっちゃうとできなくなるわけですよ。あの土日の練習に支障が出るわけですよ。疲れた状態でバイク乗るのもったいないじゃないですか。なのでそのためには月曜から水曜までに筋トレをしないといけませんと。でも土日バイク乗ってるからそれね疲れ取れるの多分頑張って水曜ぐらいだから、そうするとまあそれでもまあ水曜日今練習すりゃ練習や筋トレすりゃいいだけの話なんですけど、まあねそういうね問題というか、好きな時にできないっていうか、その土日のことを考えながらやらなきゃいけないとかでね結
構ね、めんどくさかったりするし、さっきも言った通り、まあ、やればやったで、その日常的に筋肉痛とか疲れが残って結構だるい感じがするのでね、なんかなんすかね、生活のクオリティがねあんま高くねえなって思う時がねありましたね。たまに全くその疲れがない時ってあるじゃないですか、そのたまたまそういう時ね、あの体が軽すぎてね、あのびっくりするんですよね。あ、俺疲れてたんだなみたいな、あ、俺すげえ疲れてたんだって思う時にありますね。そういうわけで、まあずっと体が疲れてて、たまに体痛くなってバイク乗れなくなることもあるみたいなので、そんな困難がありまして、今は結局やめてしまいました。もっと真面目に取り組んで、うまいことね、筋肉のケアとかやり方を考えながらやればよかったとは思うんですけど、俺はちょっとうまくいかなかったですね。で、今代わりにやってるのは、あのストレッチを毎日やってますと。年末の雑談動画でも言いましたけども、あのストレッチはねいいんですよね。ストレッチが何がいいって、ストレッチはね疲れないんだよね。ストレッチやった後筋肉痛になるやつはいないからね。ストレッチやった後に息が乱れて、もうあの息も怠惰ですみたいなやついないからね。あれはねいいんですよ。あれで疲れが取れてくし、あのなんだったらモトクロスやった後もあのストレッチをすることで、そのバイクの疲れも結構残りづらくなるっていうか、体がね疲れづらくなるんですよね。でストレッチだから体が柔軟になるので、あのライディングの、ね、姿勢もね、あのそれ以前よりやりやすくなったような気がするんですよね。スタンディングにしろ、シッティングにしろ、昔よりなんかスッとね、そのやりたい姿勢になれるような気がしてます。そうね、今はもう泣いちゃったけど、ストレッチ始めてしばらくした頃に、なんか椅子に座った時に、あれ俺こんな姿勢取れたんだみたいなことをね感じた気がするんだよな。なんかそうね、肩とかも軽くなって、なんか姿勢が本当に良くなった気がしますね。まあそんな感じがあって、今は俺はねとにかくストレッチを毎日やるということをやっております。筋トレと違って疲れないし、もう毎日この時間にやるみたいな習慣化することもできるから、あーこれはねいいんじゃないかなと思いますね。まあいつか、まあまたそのストレッチをすることによって柔軟性の増した体で筋トレを再開するのもいいかなとは思ってますけど、とりあえず今はいいかなと思ってます。まあモトクロスのためにね別のトレーニングを取り入れてるって人はいっぱいいると思うんですけど、まあこんな感じで、こういうことやったらモトクロスのね練習に成果が出たよとか、効果が出たよとか、タイム短縮に縮まった、貢献できたよとかね、もしそういうトレーニングとか日々の運動あったらね教えてください。ちょっと考えます。なんか多分ジョギングとかマラソンもいいんだろうなと思いますけどね。まあそんな感じで、筋トレはモトクロスにいいのかという話題でしたけども、まあ、結果俺は良くなかった。ストレッチの方がいい。そう、ストレッチのおかげで土日の練習もなんとかできるようになったからし、疲れも早く抜けるようになったし、なんか変な痛みも出づらくなったので、いいんじゃないかなと思います。まあね、そんな感じで今回は電動バイクとか筋トレとか、そのコースに行かない時以外になんとかそのモトクロスの練習につなげられないかみたいなネタになってたんですけど、いかがだったでしょうか。もしなんかね、そのコースに行く以外でもこういうのがいいんだよみたいな人がいたらね、ああそういうなんかあったらね教えてください。それでは今回の今週の動画は以上になります。お疲れ様でした。この動画がすごく良かったって思ったら、動画右下のサンクスボタンから投げ銭で応援をなしゃす。